さあ今日は12月に入って3回目の月曜日「賢い消費者になりましょう」と題して伸びゆくサンダー15日号を掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきましょうまたまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺ってまいります。 今日は消費生活センター相談員の米谷さんに伸びゆくサンダー15日号掲載の訪問販売で契約してしまったけれどというこの記事についてそしてまちづくり共同センターの消費生活ご担当山本さんにはトピックスご家族ご近所の見守りで高齢者の消費者被害を撃退このお話しいただこうと思っております。 よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは早速伸びゆくさんが15日号の方から相談員の山本さんじゃなかった小梅谷さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします今回このハープ 訪問販売で契約してしまったけれど、はい、このテーマになったのはどんな理由かからでしょうか、はい、ご相談の中で、ええ、突然自宅に訪問してきた業者から、ええ、換気扇フィルターや浄水器などの契約を迫られたことはないでしょうか特に引っ越してきたばかりの頃っていうのはうなかなか知り合いが身近にいなかったり、ね、ですね。 あと相談窓口がどこにあるか全然わからなかった、はい、もう訪問してきた業者の説明を、うん、もうそれが本当なんだと思ってそう,ででそうしなきゃいけないみたいにも思ってしまいまいすもうそのまま鵜呑みにして<ー>、えー、契約してしまったけれども実態は違ったっていうようなことをご相談の中でいくつかあったので。はいはいはい こういういいにしまししままたはい、じゃあ事例を私の方から紹介していきます、はい、お手元に伸びゆくさんら15日後ありましたら是非開いて見ていただきたいと思いますが今回の事例は「7日前業者が突然訪問してきました」「当地区の新築10区画を同時に訪問しています」というので家を建てた時の建築関係者と思いお話を聞きました。 このタイプの換気扇市販のフィルターを使うと巻き込んでしまう可能性があるので使わない方がいいですよ、今日はこのタイプに合うフィルターを持ってきましたと説明を受け市販品は使用できないと思い込み業者が持ってきたものを買うことにしましたが2万円と高額だったので1000円だけ前払いをし残りのお金は商品を受け取ると同時に支払うことになりました。その後 家の換気扇について調べてみると買ったフィルター以外でも問題なく使用できることが分かりました説明と違うのでクーリングオフしたいという30代の女性からのご相談ということですね。はい あ割とよくあるというか先ほどのご説明のように引っ越したばかりでこれじゃだめでこれですよと言われたらそういうものかと思い込みますよね7日前ということで気になる結果でですがどううだったしょかこれはクーリングオフの書面を出していただいてお金は返ってきたんですけれども今までここで何度も説明してますけれども本当、この7日というのが結構ポイントだったんです。そうですね 8日以内であれば発信したっていう証明を特定記録郵便とか、はい、内容証明郵便っていうことでちゃんと、はい、いつ出したかっていうことをね、はいえー、証明するものがあれば、はいはい、8日以内ということです。 出した日にちが8日以内であれば、はい、つまり数えてその日が8日目であれば大丈夫そうです。今日月曜日だから、今日契約した来週の月曜日に、最終日っいう、ねはい、最終日。ということですね、わ、はい、かります。つくのがまあ、向こうにここの紙になるのはもは。なるかもしれませんがね、はい。けれども。はい な,なるべく早く早、ね、出すすうで,す、ね、で今日そのはがきをお持ちいただいたんですが、はい、またあのホームページご覧いただける方は、はい、ハニーのホームページでもお写真であの見ていただくことになりますが必要事項を書くようにこれはもう消費者センターの方に来ていただいた時にあ、はい、あのこれを使っていただいて一緒にこういうふうにここはこう書きましょうっていうことで。 はその販売した、販売先に出して、もう一枚よくクレジットとかで。契約された時には、必ずクレジット会社にも出さないといけないの。ああそうい険はいが、はいはい。はい、それは出さないといけないので、二枚付いてるんです。はい、そうなんですね。わ、はい、かりました。はい、えっ、ー、と切手を貼って、出すというふうな形で、ちゃんと書面、ね。あこれポストに絶対入れないで、郵便局の窓口に持っていく。そう,そうか、そうか。その前に、必ず両面をコピー取って。 これを出したって、ね、もう出しちゃったらはがきなので何も残らないのでい、ね、え証拠を残すということでコピーを取ってそれと一緒に 郵便局の窓口に持って行って特定記録郵便にしてくださいとか簡易書き留めにしてくださいと言っていつ出したかっていう証拠を置いとくコピーの方にももコピーと一緒に置いとくっていうことが重要です。でこのお話はあの必ず消費生活センターの方でお話しいただけるのであのそういうものがあるっていうことを記憶するだけで大丈夫ですね。はい方法などはまた詳しく教えていただけます。そして今回は千円返ってきたんです。 その一時払いの前払いの千円もそうですじゃあ被害に遭わなくて済んだということですねもともとのクーリングオフっていうのは現状回復って言ってもらったものがあれば返す払ったお金は返してもらうもともと何もなかった状態に戻すっていうことなんですけれども今回はそれができたということなんですよかったですねはい。じゃあのアドバイスここからいろいろとあると思いますご紹介くださいはい。クーリングオフは訪問販売など不有地的な 販売方法で契約した場合に一定期間内であれば無条件で契約解除ができる制度です、はい、訪問販売の場合は契約書面を受け取って8日以内にハガキに契約解除を記しし特定記録郵便で送付しますすでにお金を払っている場合には返金してもらい商品を受け取っている場合には着払いで返送します 書き方などは、えー、先ほどあのー、ありましたけれども、はい、消費者センターにご相談いただければと思います。はい、わ、はい、かりました。はい、さあそれをそういう人たちがも来ないようにもしたいと思いますけど、何、ね、か方法はないでしょうか。はい、ええー、消費者消費者センターでは悪質な訪問販売お断りしせっか。 っていうのを作っております。はい見せていただきましたし、はい、えっと今はもうスタジオの前がなくなりましたが、はい、あの何部かいただいたの置いておりました。はい、皆さんね、はい、お持ち帰りになったと思います。はい、消費者センターにもありますのでね、もし必要な方取りに来ていただければと思いますけれども、えーはいえー、特に高齢者は自宅にいることが増え、訪問販売や電話勧誘による。えー 機会っていうのがとても多くなりますので、その中には強引にね契約を迫るなど悪質なものもありますので、はい、注意が必要です。はい、でしでは、えー、消費者被害防止のため悪質な訪問販売お断りステッカーを作成し、はいえー、いろんな場所に置いておりますので玄関に貼るとか、えー、これね一応二つ玄関用と電話用と、はい、上下ですね。すはい、色がね赤であの手のひらをバーンとした、まあはいりませんというこれが 外にあるんでしょうかね。はいそ,はい、そしてあの連絡先などが書いてあるのがお家の中のに電話機のそばなんかに置いていていただいたら何かあった時にかけていただくっていうことができるかなと思います。えーはい、でステッカーを配し 配布ししていいいるる施設っていうののがいくつかあるのでご案内します,、はい、します各市民センターサンダ広野愛フラワータンウンウッディタウン、はいえー、有馬富士共生センター、はいはい、高平ふるさと交流センターふ、はい、れあいと創造の里、はい、有馬富士自然学習センター、はい、図書館本館ウッディタウン文館、はい、愛文館、えー、総合福祉保健センター多、はい、世代交流館 市役所本庁1階市民情報広場、はいはい、最後に消費生活センターにもありますのでかなりのたくさんのステッカー置いてますね、はい、やっぱりこのステッカーがあるとあの騙そうと思っている人にはかかなりり効果はありそうですかどうですかね、まあ、とりあえず消費者センターがあるっていうことをご存知のお家かなっていうのは分かると思います、ね、りりますね。はいはい であの何か気になることがあったらもちろん出かけての相談もいいですがお電話相談も受けていただけるんですね、はいはい、これはあのいつ頃いけそううでしょごろ、ねはいえー、消費生活センターは、えー毎えー、月曜日から金曜日の朝10時から17時、はいはい、それと第2、第4土曜日の朝10時から夕方17時まで相談員がおります。はい、はいはい 直接お話しするのもよし、お電話もよしということで、でねはい、あのちょっと今月は年末年始ということがありますが、はいはい、お休みはいつからお休みになりますか。はい、28日が最終です。28日最終。はい、はい。そして最初が1月4日です。4日。はい。わかりました。はい えー、最終が今月の二十八日までで二十九、三十、三十一、一二三と六日間お休みになって、はい、えこと始め仕事始めが一月の四日ということです、はいえー、月曜日からですねはい。 から、あ、月曜日じゃないや、一月四日は水曜日。水曜日ですか。はい、失礼しました。水曜日からということですので、ぜひ皆さん。あの、ちょっと月末、年末は動きがいろいろありますから。そうですね、メモにね、書いておいていただいて。はいはい、そして、お電話で気軽にご相談できるということで、ではい、電話番号。じゃ、私、今持ってますので、ご紹介したいと思います。はい、ます電話、市外からは零七九になりますが。五五九。五零五九。五五九。 朝の10時から夕方の5時まで月曜日から金曜日と第2、第4ということは今度24日が第4の土曜日ですから、はい、土曜日は今度の土曜日が最後になりますね。 そして年末は28日まで相談を受けていただける、はい、ということですからぜひ小さなことでも早被害に遭うよりも前に、ね、こんな情報ありませんかとかどういうふうに考えたらいいですかとか,うか、はい、こういったことを考えてるんですけどどっか窓口ありませんかとかいうような相談でも全然構いませんので一応啓発っていうこともやってますので。はいえーえー あの別に被害にあったからだけじゃなくて迷ってるんですっていうようなご相談も時々ありますのではい分かりましたじゃあそういう形ででも気軽にお電話して大丈夫とはい、はいはいはい、ありがとうございます、えー、まずは15日号掲載の、えー、訪問販売で契約してしまったけれどこの話題について相談員の米谷さんにお話をいただきました、はい、では後半の「えー、ご家族ご近所での見守りで高齢者の消費者被害を撃退」というこのトピックス 消費生活担当の山本さんにお伺いしていきましょう。このテーマを選ばれたのはなぜでしょうか。はい、あの先ほどもありましたけれども、えー、高齢の方は昼間にお家にいらっしゃったりとか。一、えー、人暮らしの方が多いといったことから、えー、電話勧誘や訪問販売を受ける機会が多くなります。すね、中には悪質なものもありますので、えー、の高齢の方が被害に遭う可能性も高くなっています。 ということで、じゃ、今日はお話しさせていただきたいと思います。はい、じゃ、あ中身詳しく教えてください。はい、まず、あの高齢者の消費者被害の特徴なんですけれども。はい、悪質業者は、高齢になると、誰もが抱える不安。産経と呼ばれてるんですけれども、その産経につけ込むと言われています。はい、どんな産経でしょうか。はい、えっと、孤独と健康。はい。 お金の頭文字を取って産経です、はい、はい、一つ一つご紹介ください、はい、例えば孤独については一、ええ、人暮らしの高齢者が抱える寂しさにつけ込んでん、ええ、自分の話を聞いてくれる親切な人と思わせて以前ありましたねたまり場になってるってね、はい、ありましたねで次々とあの不当な契約をさせようという手口があります、ええはい 健康については健康への不安というのは誰しもあると思うんですけれどもそれに付け込んで高額ななな健康食品などを購入させよよううとすするようなものがありますお金については老後のお金の不安につけ込んで必ず儲かるなどといって詐欺的な金融商品などの契約を迫るものがあります。 で高齢者の方の特徴としましても、えー、まあ被害にあってもあまり周りに迷惑をかけたくないって思われたりとか、騙された自分が悪いっていうふうに思い込まれて、えー、誰にも相談しないっていう方が多いっていう特徴もあります。うん、そうですね。そして例えばまあこれからあのお里帰りしてあの。 そんな馬鹿なことって怒られると思ったら後ほどなんかいろんなお話もいただけそうなのでじゃあ今度はどのようなこういう場合に対してあのお話をされない、はい、相談をされないということはどううすれば防いでいででけるでしょう、ねうでね、このようなことからあの高齢の方が消費者被害,を被害に遭うのを防ぐためには、ええ、家族やご近所の方など周りの方の見守りというのが大切になってきます。はい 高齢者と日常的に接している身近な方々がその高齢者の方の変化に気づいて、はい、ま相談機関へつなぐということが、うん、ま消費者被害を未然に防ぐことにもなりますし、はい、ま被害が拡大する大きくなることを防ぐこととにもつながるかと思います、うんはい、見守りのポイントなどはどんなものがあるでしょうね。はい 例えばあの一緒に暮らしておられる場合では、えー、その見慣れない商品があるとか、はい、急に外出が増えたとか,、はい、かかかってくる電話に怯えたり慌てたりしているということがあったりあるいはあの家を訪ねられた場合では、うん、販売員などの来客が見慣れない来客がよくあるとか、えー、開けてない段ボールが積んであるですとか。 まあ外から見てでしたら不自然なリフォーム工事がしてあるっていうような変化があった場合にはまあ消費者トラブルに巻き込まれている可能性もありますので。 このようなことに気づかれたときにはまあ声かけをしていただいてもし困っておられるようであれば消費生活センターをご紹介いいたただけたらと思います、はい、この時にさっきの話じゃないけどあの怒ってしまうと、はい、今度、黙って私さえ、はい、あの我慢するのになるので,です、ね、ここはぐっと怒られて解決しようかということがいいかもしれません、ねはい、そうですね。うん わかりました。予防策などはいかがでしょうね。はい、もうやはりそのいろんな手口があって、あのいろいろ、あの。 どんどん進化もしてますのでいろんな手口がありますね <はい S 2> 確かにねあの悪質商方やその詐欺の手口っていうことを知っていることがまあ被害防止に役立ちます、えーはい、そうですね、はい、消費生活センターではセンターに実際に寄せられる相談をもとに消費者トラブルの現状とか対策についてお話しする姿勢出前講座、えー、はい はい、消費者トラブルの現状と対策というものを実施していますのでご利用いいたただけたらと思います、はい、これはどういう方々がご利用になることが多いですかあ今はあの老人クラブですとか、はい、高齢者のサロンとかあ、はい、とは民生委員さんの会合なんかに呼んでいただいてお話しさせていただいています。はいはい 三田市内にあのお住まいあるいはお勤め在、はい、学の10人以上のグループであればお申し込みいただけますので。ええということは自治会単位なんかでもいいんですね。はい、あそうですねはい、うん、今はずいぶん自治会もあの高齢者の方々も、ね、増えてきてますので、はい、10人以上だったらというか例えば 9人かもしれないこのありはどうでしょうか <laughs> ご相談あ、そうですねえはい、いただければと思います、ね、これはじゃあどのようにすればよろしいですか、はい、こちらもあの お申し込みは三田市消費生活センターなんですが、はいええ、番号が先ほどの相談とは違いましてあ違うんですかじゃあ皆さん、はい、えとこれは出前講座といって先ほどの消費者トラブルの現状と対策つまりあのどういう事例があるかという今までの相談の中から、はい、分かりやすくご紹介していただけるということですから、はい、あのそういうことを希望される方は相談ではないので、はい、別のお電話になります。

です、はい、今まではどういうところによく行かれましたあそうですね今年は、えー、あの老人クラブさんですとか民生委員さんの会合によく呼んでいただきましてどういう内容が「えー、そうなんですか?」って驚かれましたか皆さんはもうねあのよく相談もらっていらっしゃるから、はいまあ、当たり前まではいかないけどこういうことは知ってもらってるかなと思ってたのが、はい、意外とご存知じゃなかったっていう例は。あ クーリングオフなんかはどうですかやっぱご存知ですかそうですすかそうね、えー、とまず消費者センターしてますか、はい、ってあの講師で行くんですけれども、はいはい、なかなか少ないんですね結構この言葉もね消費,者センター消費生活センター知ってますかきっぴんにあるんですってっなかなかね手を挙げていただけないんで<ー>まだ少ないのかなと思うんですけれども、えーえー、一応60分が基本で,、えー、でその中で、まあ、三出しの現状とか あと、まあ、こういったいろんな商法 SF 商法とかいろんな商法をーえロールプレイ単にパワーポイントを見るだけじゃなくて,くて実際に,実際にロールプレイを入れて<ー>あの参加している方にも,もう本当に参加してもらって<ー>っていう形でやっていってはい、はい、そして最後点検商法とかいろいろ言った中にじゃあ こういった時にはどうしましょうっていうのでうークーリングオフはこうですよっていう風な流れの講座を、はい、で最後にはまこういうことに気をつけましょうっていうようなことをお話ししてます、ねはい、なかなかあのご高齢の方や若い方っていうのは本当にあのご自分でお買い物した先のトラブルがあった時にドギマヒすることが 多いと思うんですね,ですね、はい、年齢的にも経験的にもということで、はい、じゃやっぱそういう出前講座っていうのは子ども会なんかも含めていいかもしれませんね、うん。とにかく10人ぐらいを目安にということで,で、ね。 やっぱり今だっっったらそう核請求とかインターネットのトのののラブルっていうのが、ね、多いう多はねそうですねやっぱり相談の件数件数も最初の頃言ったりするんですけれども、えー、話の中で、ね、やっぱり件数すごく多いんで「架空、えー、請求」とか「こういうメールが来ます」っていうのを画面に出して説明とかして「えー、おお」とかいう感じで皆さんびっくりされたりっていうことは、えーえー、本当にいろんな世代のいろんな生活シーンで関係あるっていうことで,で、ね、ぜひ出前講座皆さんね 聞いていただきたいですね。すね気軽にご相談ということで、もう一度電話番号、私からお伝えします。零七九五五九五零三二、零七九五五九五零三二。こちらの方にお問い合わせ、お申し込みしていただきたいと思います。 出、ねええ、前講座を受けていただけると嬉しいんですけれども人数としてはやっぱり限られているかと思いますので受けていただいた方とかこの今放送を聞いてくださった皆さんが、はい、まあ高齢者の消費者被害の状況や消費者トラブルの相談窓口として消費生活センターがあるよっていうことをあの知っていただいて、はい、ご家族やお知り合いに1人でも多く広めていただくっていうことが大きな力になりますので。ええ、あの そうですねお聞きになった方がお一人にしてくださると倍知ったことになる、はい単純 <laughs> ですけども、えー、あの私もちょうど今日伺ったこの「初めての引っ越し先で」っていうのが母が以前そういうトラブルにあってああ私がすぐに「あのいやこういう相談は受けてくださるとこ確かあるよ解決策聞けるよ」ってっえそんなとこあるの?」ってやっぱり以前はその解決できるっていうところも消費者を守るっていうこともなかなか母で たちが現役で頑張っている時にはなかったことなので、うんうん、今は守られていることがたくさんあるというのを、はい、ぜひね、あのはい、外国があるよというだけでも随分違いますからね、秘密の,日にの,けあの限りもありますし、はい、お早めにということでお聞きになったら相談できるところあるよっていうぜひお隣の方、お友達にお声がけ、ね、していただきたいと思いますクーリングフーの、ねはい、期間が過ぎても諦めないので必ず。 例えば署名もらってないんだとか、うん、いろんなことがありますのではそうですね、はい、あのフリングフができないとも諦めちゃわないんで、うん、とりあえずご相談いただければと思いますはいわ、はい、かりました日にちに関係なく、はい、とりあえずご相談くださいということですえー、もう一度ご相談日えー、お伝えしておきましょう月曜日から金曜日と今月は今週の土曜日が四回目の土曜日になりますそして今月12月は28日までが今年いっぱいの相談日となりますか お気をつけください今日は消費生活センター相談員の米谷さんから伸びゆくサさんー15日後訪問販売で契約してしまったけれどこのお話についてそしてまちづくり共同センター消費生活ご担当の山本さんにはご家族ご近所の見守りで高齢者の消費者被害を撃退というこのお話をいただきままししたたどうううもあありりががととごござざいいました。 第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して情報を伺ってまいりました次回は1月16日予定しております次回もぜひお聞きください <music>